さん、こんにちは。ひろきでございます。ご機嫌いかがでしょうか。私はシャワーも浴びてすっきりすっきりでございます。さてさて、皆さん、私たちが使っている電力、何でできてるんでしょうね。今、火力にすごく頼ってるんですね。ガスとか石油とか。もうガスや石油の値段が高くて高くて、二酸化炭素も出してしょうがないよーって感じなんですが、いきなり風車を何万個も建てるわけにもいかないですし、ねえ。あと何がありましたっけ？風力と水力？あと何がありましたっけ？地熱？太陽光？いろいろありますけれども。なんかちょっと嫌なイメージもある原子力もありますよね。ということで、今回の日本政治への提言、原子力規制委員会でございます。なんとまあ、こんな危ないテーマをと思うかもしれませんが、私の提言はただ一つでございます。科学を科学として捉えていただきたいということです。どこかの都知事がおっしゃってましたね。安全だけど安心じゃないとかって言って。それはもう心の先導ですよ。先導ってこう、人をこう、なんていうか、心を操る行動ですよ。私からしたら。科学的に安全であれば安心でいいんです。はい。科学的に問題があるんだったら、突き止めなければなりません。そのあたりをですね、公平に原子力規制委員会には見ていただきたいと思います。もう原発事故から十数年、技術はどんどん進歩して安全へと向かっております。じゃあ今安全なのかというと、昔よりは安全になった。けど、皆さんが求める安全レベルなんですかというと、そこは、あまり知らされてないですよね。知らせてほしいなぁと思います。私は原発に賛成です。ぜひ研究は重ねていただきたいと思います。実用化は慎重にやっていただきたいと思います。はい。今回の配信は以上でございます。これ以上余計なことを言うと、もう批判がやってまいりそうなので、この辺で終わらせていただきたいと思います。それではまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。